台湾初の自国建造潜水艦一番艦の海軍がついに動き出したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな台湾初の自国建造潜水艦、海軍の性能を詳しく見ていきます。なんだか、X 火事は、日本の潜水艦に似ているように感じますし、親しみが持てますね。台湾海軍は、動かせるのかも気になるところです。アメリカ海軍が全面バックアップしています。あとは P3C が必要だよね。古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で初となる国産潜水艦海軍海鯤型一番艦が9月28日、台湾南部高雄の造船所で進水式を迎えました。この建造計画は、蔡英文総統が熱心に進めたものでした。進水式での祭祀は念願叶ったということか、感無量だったようです。海軍潜水艦は言うまでもなく、近年、台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われます。中国は、台湾の潜水艦に身の程知らずと非難しました。しかし、逆に言えば、中国にとってかなりの深刻事態なので、過敏に反応したのではないかとも見られているのです。通常動力型潜水艦の海軍は、その名にふさわしく、通常型としては大きい艦隊です。と言っても、同タイプの海自最新型潜水艦タイゲイ型よりは、ちょっと小さいようですね。特徴としては、タイゲイ型と同様、高性能リチウムイオン電池採用により、2週間ほどの連続潜航可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、さらに、高性能長距離誘導魚雷、射程約 50km を装備していることでしょう。兵装の中でも、MK48 魚雷は、時速70〜100km、敵が回避しても、再指令によって、何度も攻撃を繰り返す、しつこい魚雷です。もはや、水中対艦ミサイルとみなしても誇張ではないほどのスペックではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、タイゲイ型よりも高スペックではないかと考える防衛軍事関係者も少なくないとか。台湾は潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウはありません。ではどうやって作ったのでしょう。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道がありました。つまり民主主義勢力連合というわけです。噂では、日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などに鑑みて、軍事的協力は断ったらしいが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあると囁かれています。作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在なので、潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないでしょう。世界の多くの国は中国との国交を選んだため、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交しています。日本もそうです。なので、台湾へ武器を輸出することは一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発、巨大市場を武器に貿易制限中止の報復に出るのがいつものやり口になっているのです。実例として、オランダ潜水艦を売却と、フランス1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けています。例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して、台湾に武器輸出を続けています。正面から対決はしないけれど、全面的に認めるというわけではないという、アメリカの上手な方針でしょうね。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じですよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって最大の衝撃だったでしょう。台湾が輸入使用したら、輸出しそうな国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたでしょうが、自前となれば脅しも効きません。台湾は、
好きな時に好きなだけ潜水艦を作り配備できることになったのです。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したのでしょう。自国で潜水艦を建造した台湾には、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発という気の早い話題も飛び出しています。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から狙える距離の長さです。中国が機上陸作戦に出るとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などが当然で、敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石です。このため、台湾は反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産を開始しました。また、射程 1200km の改良型も開発中ということです。中国本土でのターゲットは、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられます。また、ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備して、相手を攻撃する狙いがあると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行をしますから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離と言えましょう。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルで、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載し、反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもいます。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、さらに、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京を再伺うことも不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたとなったら、共産党指導部の権威は失墜間違いありません。ある人が想定した台湾有事が起きた場合のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して、台湾潜水艦は攻撃してくるだろう。以前は、台湾有事になっても、全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、台湾には、老朽潜水艦が、4隻だけで、全く勝負にならないと考えられていた。しかし、もはや状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が、自衛権に基づく反撃として、複数の海軍級で出撃すれば、中国海軍は、対潜戦能力では劣るから、行動を制限されてしまう。太平洋側への展開は愚か、艦艇は、軍港から出ることすらできなくなるかもしれない。そして、万が一にも、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に、権力の座から引きずり下ろされる公算が高く、侵攻作戦も中止せざるを得ないと思われる。台湾有事になれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、水面下で、密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的。となれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追潜哨戒機に次々に発見されて、撃沈される可能性が高い。潜水艦とは火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても、西側が撃沈したとは中国が公言できっこない。自軍の弱さをアピールするようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまうわけだ。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めて締め上げるというシナリオは瓦解してしまうだろう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、
2027年までに5隻以上を量産して中国の脅威に備える予定らしいなどという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと聞きますし、情報戦でも駆け引きなどが激しくなっているようです。一つ言えることは、中国集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものですよね。昨今話題となった護衛艦いずものフェイク動画が疑問視されつつ、着実に F-35B 戦闘機艦載改修工事は進められている。そこで、今回は、いずもや加賀の誕生となるきっかけを作ったヒューガ、護衛艦と大隅輸送艦について詳しく見ていきましょう。加賀に乗っけて聞こうかな。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずも、日本が待ちに待った空母化。常時艦載ではないのですが、F-35B 戦闘機は新天原基地に配備。今年はいつもと違う年になるね。待望の F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずもは、日本が待ちに待った空母化の実現であり、常時艦載ではないけども、F-35B 戦闘機は、宮崎県の新田原基地に配備され、ロシアの情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われている。島国日本にとって、四方に広がる領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めなければならなくて、今、まさに、新たな環境、分野への進出も、政治と連動して進化されつついる。このような環境下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのが、ヘリコプター搭載仕様いずも、片護衛艦のいずもと加賀の2隻である。いずも、片護衛艦は、海自の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称で DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識され始めている。いずも型の初舷は、基準排水量 19,500トン、満載排水量 26,000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水 7.3m ということから、名実ともに、海自最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種ヘリを搭載可能とし、これから出てくる他の艦艇との比較を参考にしてもらいたい。この、いずも、型は、冷戦時代に、最大の仮想敵国としていた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを、最大の目的として生み出された。1991年の旧ソ連が崩壊した後に、継承国家となったロシアに対して、この方向性は一時的に持続されていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、身勝手な海洋進出を進める中国海軍の方が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったのは、皆さんもご存知の通りである。こうした経緯から、日本の中国に対する防衛最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国の海軍艦艇や海峡曲線の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事になっている。中国海軍がによる接近阻止を日本が本気で実行するには航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるのだが、現状の空自の航空機が使用できる陸上滑走路は沖縄本島くらいであり、
それを補助できる島を防衛省は探し求めていた。中国との有事が起こった際には、在日米軍基地が集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊しに来る可能性が一番高く、そうした事態に即応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけである。そして、米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型がその候補機となり、それは短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという流れになった。それを理由に、出雲型に対して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の閣議も決定され、太平洋戦争終了後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなった。もともと、出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されているわけだが、これ以前にも、海自には、同様の形式の艦艇が、実はすでに存在していた。それこそが、1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦のことであり、出雲型護衛艦に先駆けて、回転翼機を、全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇でもある。この大隅型輸送艦は、海自の艦種を示す記号では、LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、LPD ドック型輸送揚陸艦と称されるのが一般的であり、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇を運用することも可能とした輸送艦である。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン。満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比べても小型な艦艇である。この艦が全通式の飛行甲板を有しているにもかかわらず、なぜヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていないかというと、ヘリコプターを常時搭載していないからであり、したがって、エレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用できない仕様になっている。その他にもヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それを理由にヘリの整備能力も付与されておらず、艦内への収容はあくまでも応急的な運用に止まり、基本的には飛行甲板への青空駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられる。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担当する艦としては、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊にある九州の防衛の用となる水陸機動団等の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではない。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いた観点からすれば、その前身となったのは、2009年から2隻就役している日向型護衛艦の方が最初である。この日向型護衛艦の初舷は、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持っている。日向型護衛艦は、回転翼機が最大で4機搭載できることになっていて、全通式の飛行甲板には、4箇所の発着陸用のスポットを備え、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施可能だ。ここで、日向型と出雲型の相違点の一つとして挙げられるのが並走であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた護衛艦であるため、20mm バルカンフォーシウス2機と防空ミサイルリム1162機を搭載しているだけだが、
前者のヒューガ型は、同じく 20mm バルカン砲のシウス2機搭載し、324mm の三連装のマーク32魚雷発射管2機と、マーク 41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに、16発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している。つまり、出雲型は、必要最低限の時間防空能力のみを与えられ、対専用の兵装等は、護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比較すると、ヒューガ型は、単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものというのも納得がいく。いつ有事が起きてもおかしくない世界情勢になったからこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることが了承されたが、ヒューガ型の建造に際しては、日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではありません。それがゆえに、大隅型輸送艦で、全通式の飛行甲板を導入していたが、ヒューガ型の建造に際しては、政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提示されており、1つ目の案は、すでに存在していた春名型、白根型と同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が艦隊中央部に設置された艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。